初代クロス子爵リチャード・アッシュトン・クロスはイギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の保守党政権下で閣僚職を歴任した。1881年7月5日のバニティフェア誌に掲載された庶民院野党席の絵。左からジョン・マナーズ教、サー・スタッフォード・ノース・コート順男爵クロス。1823年5月30日。 ウィリアム・クロスとその妻エレンの三男として、イングランド・ランカシャーのレッド・スカーに生まれる。ラグビー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業し、バチェラー・オブ・アーツの学位を取得。その後、リンカーン放送委員やインナーテンプルで学び、弁護士となる。1857年から1862年にかけて、プレストン選挙区。 1868年から1885年にかけて南西ランカシャー選挙区、1885年から1886年にかけてニュートン選挙区から選出され、保守党所属の庶民委員議員を務めた。1874年から1880年にかけて第二次ディズレーリ内閣に内務大臣として入閣した。 公衆衛生法や職工住宅法の制定を主導し、スラムや不衛生の抑制を目指した。1885年から1886年にかけての第一次ソールズベリー公爵内閣でも内務大臣として入閣した。1886年から1892年の第二次ソールズベリー公爵内閣ではインド大臣として入閣。また1886年に 連合王国貴族として、クロス施爵に除せられ、貴族院へ移籍した。1895年に成立した第三次、ソールズベリー公爵内閣では、はじめランカスター公領大臣、ついで1909年まで王子少将を務めた。1902年に、政界引退した後はあまり登院せず、英国人名治点は1909年以降の議員における発言記録はないとしている。 1914年1月8日に90歳で死去した。1852年にジョージアナリオンと結婚し、彼女との間に以下のご子を設けた。1886年8月19日に以下の尺を新規にノブされた。ありがとうございます。